うちの猫はいいパンチを持っている。ポップアップを見るとパンチをせずにはいられないらしい。働き方を平和に変えるランスコープ。平和だな。それがランスコープ。うちの猫は今日もパトロール。お尻を振ったら怪しいメールの合図らしい。どれどれ。働き方を平和に変えるランスコープ。これ？それがランスコープ。うちの猫はいいパンチを持っている。ポップアップを見るとパンチをせずにはいられないらしい。今日の相手は手強い。さて倒せるか。どうしたどうした。え、ひなり、え。働き方を平和に変えるランスコープ。平和だな。それがランスコープ。うちの猫の定位置はパソコンの前。今日はメールボックスをくまなくパトロール。お尻を振ったら怪しいメールの合図らしい。行きます行きます。どれどれ。働き方を平和に変えるランスコープ。これは怪しい、ね、それがランスコープ。いやもう本当にあのカツオちゃんがとってもいい子で、もうすごく楽しいですね。ランスコープに見守られることによって平和なリモートワークができますっていうような CM なんですけれども、どういう表情しようかなと思ってたんですけど、カツオちゃんとただこう遊べるっていうこの幸せな時間を楽しんでます。パンチをしなきゃいけないんですけど、今この瞬間にパンチをしてくれって犬でも難しいのに猫にそれを頼むっていうね、結構難しい CM だったと思うんですけどね。頑張ったよね、カツオちゃん。パンチできたよね、ちゃんとね。このままでこう行きますね。そう、何回かやってみるしかない。はい、そう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 、そう、はい、今の、はい、今のでいきましょう。今待ってた、待ってないめっちゃ喋ってる。待ってないです。セキュリティが心配じゃないですか。この昨今やっぱりリモートワークが本当に増えたと思うし、そんな中で僕みたいにパソコンが全然詳しくないっていう人たちがセキュリティって本当に自分大丈夫かなと思いながらも、でもリモートワークで向き合わないといけないっていう時間が増えてると思うんですよ。だからこういうランスコープさんみたいな商品があるっていうのは本当になんていうか安心ですよね。やっぱりそういうのが自分で調べてわからないんで、全部一任したいっていうか、こういう商品があるっていうのはすごく安心ですよね。上の大変じゃないイメージで、いやもうすごい一発 OK も出すんだな。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。初めての CM の日。ありがとうございます。お疲れ様でございました。ありがとうございます。今回の CM はランスコープに見守られていることで平和に働けるということをテーマにしたあの CM でした。このカツオちゃんと一緒に僕も、いっぱい無邪気に演じさせていただきました。そんな平和な僕たちの姿もぜひ楽しみにしていてください。